Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones.20世紀ロックへようこそ。今日はお前がそこ触るっていきなり言われちゃいそうな渋谷系について、リアルタイマーの一人として浅いけど事実って、そんな話をしていこうと思うんだけど、まあ、いつも通りこれ聞いてみてっていうの作品をいくつかピックアップしたんで、それをねひとまず年代順に並べてみることにします。そうそう、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会っていうのはスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速、渋谷系ってなんぞやってな今時ティーンも連れて1990年代の東京シティへレッツラッゴーと。今日は年代順に話を進めていくぜって言ったけど、そもそも渋谷系って言葉は後付けで、まあ、どっかのライターが言い出したとかそんな感じだったりするから明確な起源とか定めづらいのね。でもあえて俺の見解を示しておくと、やっぱフリッパーズギターの存在って大きくて、そのルーツっていうかシーンを形成する根っこをたどると、どう考えてもフリッパーズギターにたどり着く。しかも1990年にリリースされたカメラカメラカメラをピンポイントで渋谷系の起源としたいの。あのフリッパーズギターはさ、まあ、小山田圭吾と小沢健二っていう2人の天才による学生気分の悪ふざけっていうか、セールスを意識してたとは思えない、とにかく趣味性の高い作品をアルバムごとに異なる方向性でリリースしてる、もう本当に日本では稀有な存在なんだけど、ファーストアルバムはさ、歌詞は全部英語だし、時代のトレンドみたいなものを完全に無視して自分たちの好きな音楽、そのネオアコとかギターポップって言われるサウンドを追求してるわけなんだけど、まあ、当時のメインストリームっていうのはさ、ホコテン系のビートパンクかチャゲ&アスカみたいなそんな感じだから、当然デビューしていきなり話題になるわけもなく、そうだね、テレビ神奈川のミュートマジャパンとか熱心に見てる人だけが反応できたのかなって、まあ、その程度のリアクションだったと思うのね。だしレコード会社もどう売っていいのか迷ってた気がするっていうか、このカメラカメラカメラの一つ前のシングル恋とマシンガンなんて、予備校武器ってドラマの主題歌としてテレビを通してお茶の間展開っていう、まあ、それで売れればいいんだけど、全然全国的なヒットにはつながらずって感じだったんだよね。まあ、フリッパーズギターは最後までヒットには恵まれなかったわけだけど、でさ、このカメラカメラカメラがなんで渋谷系の起源かって話なんだけど、ズバリ軽やかさなんですよ。こう前のめりなリズムも歯切れのいいギターカッティングも聴いてるだけでワクワクするし、歌詞もね、松本隆を超えたんじゃねって思うくらい完成されてるっていうか、なんだろう、湿っぽさゼロの表現だったりして、それもまた渋谷系のアイデンティティの根幹になってるっていう、まあとにかくこんな言葉じゃ何も伝わらないと思うんで、うん、とにかく一度聞いてみてって、そんな感じだったりします。あ、でこのカメラカメラカメラって曲は、あのカメラトークってアルバムに入ってるバージョンだと全くの別物だったりするので、くれぐれもシングルバージョンで、ギターポップバージョンって言ったかな、そちらでお楽しみいただけたらと思います。もう一つ、これも渋谷系の起源かもって思えるトピックが、ピチカート5に野宮真希が加入したってことなんだけど、あのピチカート5っていうのはさ、言ってみりゃ80年代デビュー組で、それまでも良質のというか通好みの作品を積み重ねてきてるわけだけど、ちょうどレコード会社を移籍してこの最新型のピチカート5をリリースした頃から、こうあっけらかんとしたポップセンス大爆発っていうか、もうね、他の誰とも違う唯一無二の楽曲サウンドっていうのを放射しまくることになるっていう。そうだね、さっきのフリッパーズギターは小沢健二の大学卒業だかなんかそんな理由であっさり解散しちゃったんだけど、このピチカート5はね、国内でも野音が埋まるくらいのセールスは獲得できたし、何より世界デビューだし、ワールドツアーだし、うん、ツイッギツイッギって曲なんてチャーリーズエンジェルに使われてたりするからね、もうワールドワイドな存在に上り詰めたっていう、渋谷系どころか地球系じゃねえかってそんな感じだったりするけど、でこのディスクに話を戻すとさ、ブリジットバルド TNT っていう2ビート気味の軽快な曲とか、もうジャジーなベースラインとか含めて超絶かっこいいし、あと初期の人気曲大人になりましょうはどう考えてもここに収録されてるのが決定版っていうか、あの黎明期のサンプラー使いを満喫できるめちゃめちゃ楽しいアレンジなんだよね。っていうかラストに収録されてるラブソング、ラブソングもなんていうのかな、悔しいけど90年代版シティポップっていうのが一番伝わりやすい気がするけど、とにかくね、これ1枚で新生ピチカート5を強烈にアピールしたと。でそれって後に渋谷系と呼ばれるサウンドでしたっていう、簡単に言うとそういうことなんだよね。っていうかピチカート5を軸にすると、田島隆夫がシンガーだったことがあったり、小山田圭吾がプロデュースしてたりとか、いろんなつながりが捉えやすかったりするし、何より俺めちゃめちゃ好きだったりするので、いずれねちょっと単独でフォーカスするかもです。
ってダメだダメだ、今日はさらっとプレイリスト作るくらいのつもりだったのに完全に喋りすぎてる。っていうか次は92年、少しずつ後に渋谷系と呼ばれるメンツたちが頭角を現してきたかなって頃だったりするけど、おそらくね最初にセールス的な成功を収めたのはオリジナルラブなんですよ。数字とか見たわけじゃないけど当時の肌感覚としてね。でそれがこの結晶っていうセカンドアルバムで、ただオリジナルラブは渋谷系って呼ぶにはあまりにも本格的というか、普通にジャジーでおしゃれで洗練されてて、もうほんと山下達郎とかそういう技術的に優れてる人に近いアプローチを試みてると思うのね。そのセンスだけで楽しいことをやっちゃおうってノリじゃなく、それをちゃんと練り上げて上質に仕立てるっていう、多分そこら辺のスタンスがポピュラリティを獲得することにもつながってるんだと思うんだけど、月の裏で会いましょうって曲がドラマの主題歌になったり、ヴィーナスって曲が CM ソングに起用されたり、当時はまだテレビからヒットが生まれる時代だったからお茶の前への浸透度も抜群だったと思うし、何よりアルバムとしてめちゃめちゃよくできてるっていうか完成されてるの。もう1曲目の心理学って曲からちょっと度肝を抜かれる異質な展開に心がざわざわするはずなんで、これもひとまず聞いてみてって感じだったりします。92年になると渋谷メンツが盛り上がるみたいに言ったけど、この頃にはもうフリッパーズギターは解散してて、本当にね気づくのはいつでも過ぎた後だろうってそんな感じだったりするんだけど、その後にコーネリアスとして活動を開始することになる小山田圭吾はトラットリアっていうレーベルを立ち上げて、なんだろう、どっちかいうとプロデューサーみたいな、そっちに舵を切るのかなって、思ってたわけなんだけど、92年にリリースした新録ばっかのオムニバス版があって、それがこのジャズジャージーっていうアルバムなんだけど、そうだな、収録曲を個別に解説してると長くなっちゃうから今日は走るけど、元スタイルカウンシルのミック・タルボットがドアーズのソウルキッチンをクラブジャズ風にプレイしてたり、サロンミュージックとかも参加してたり、まさに国境を越えてアップトゥーデートのおしゃれサウンドを追求っていう、まあタイトル通りジャジーなフィーリングを携えた楽曲がコンパイルされてるんだけど、その中にというかラストにモーミュージックって名義で小山田くんの作品が収録されてて、これが最高にクールなザ・クラブジャズって趣の楽曲だったりするんだけど、まあどこまでがサンプリングでどこからが生音なのかわからない小山田くん得意の仕立てなんだけど、そうだね、コーネリアスとして指導する前にこういう曲をしれっとリリースしてたってことは実はすごく重要な意味があると思ってたりします。なんつってその曲が使われてた当時の資生堂の CM って小山田くんが自ら出演してて、それがレコード屋でこう片手でレコードをチェックするみたいなもしかしたら YouTube で見れるかもだけど、とにかくそんな CM への出演オファーを受けて、そうだね、その CM 用に作った曲なんじゃねってちょっと勘ぐってみたり、まあいずれにせよ新レーベルのプロモーションにはつながったと思うんで、あの CM 出演はプラスだったと思いますね。で92年のクラブジャズ界隈って言ったら絶対これを忘れちゃダメっていうのがユナイテッドフューチャーオーガニゼーションのラウドマイノリティ。この人たちはミュージシャンというより DJ 集団なわけだけど、もうさ、サンプラーってそうやって使うのかって、もちろん当時の俺にとってジャズなんて未知の領域だから元ネタも含めて衝撃でしかなかったし、なんたってスリリングでしかもびっくりするくらいキャッチーっていう、こんなんクラブで体揺らしてる時になったらさ、そりゃテンション上がるに決まってんじゃん。つかこういう曲って今もクラブクラシックとしてちゃんと根付いてるのかな。確実に時代を超えるサウンドだけどね、マジ要チェック。1992年製の作品をもう一つだけ、今日のラインナップではぶっちぎりでロック色が強いというか紛れもないロックバンドのアルバム、ヴィーナス・ペーターのスペースドライバーを並べておこうと思うんだけど、そうだね、渋谷系に含めたら怒られちゃいそうだけど、でも例えば嫁はねフリッパーズギターと混ざるって言ってたし、俺自身もね当時はフリッパーズギターの光景みたいに捉えてたのは間違いない。まあ、このバンドについて何かを語れるかって言ったら即答でノーなんだけど、でもとにかくね1曲目のエブリプラネットさんって曲の素晴らしさはもう90年代の10曲に選ばれるっていうか、なんだろう、グルービーでシューゲイザーでサイケデリックでポップっていう、いや言葉で伝わるとは到底思えないし、どうせならこんな曲を作ってから足を洗いたかったぜってやきもち焼いちゃうくらい好きな曲だったりするのね。あのファッション通信っていうさテレビ東京の番組のオープニングに長いこと使われてたんで、知らず知らず耳にしてたなんて人がいても不思議ではないんだけど、マジこれ90年代のシーズアレインボーだと思ってるんで、未体験の人はぜひチェックしてほしいし、もしも気に入ったらね勢いでシーズアレインボーにも手を伸ばしてみてって思います。あのローリングストーンズの The Satanic Majesty's Request ってアルバムに収録されてるので。
ぶっちゃけここまでの流れっていうのは、その渋谷系っていうものを史学的に捉えた場合には紀元前にあたるというか、あくまでシーンの下地を固めたっていう位置づけで間違いないと思ってて、じゃあ何をもって渋谷系のスタートとするかっていうと、ズバリ1993年にリリースされたラブタンバリンズのチェリッシュアワラブで、このシングルというか4曲入りのマキシがね、渋谷の HMV では当時アホほど売れてたドリカムより売れたと、そんな話を聞いたような。つうか仮に単なる噂だとしても、それめちゃめちゃ信憑性があるっていう。あの当時の渋谷っていうのはさ、シスコとかテクニック、ワルシャワにマンハッタン、あとはウルトラとか、もちろんユニオンにレコファンというかタワーにウェーブっていう、まだまだ名前を挙げたらキリがないくらいレコード屋がひしめいてたので、当然そこにはコアな音楽ファンが集まってきてたわけなんだよね。でこのラブタンバリンズっていうのは英語詞で上品な R&B をプレイしてて、もう絶対さ M ステとかカウントダウン TV とか視野に入れてなくて、その代わり FM フレンドリーっていうか J-WAVE だったら年間チャートの上位も狙えるっていう、そういうスタンスで音楽を作ってきた人ってもちろん昔からいたと思うし、例えば金子マリのバックスバニーとかいかにもそんな感じかなって思うけど、でも割り切り方が半端ないのと、その当時のレコードバブル的な背景がね、ニッチなアプローチを許容したというか歓迎したと思うんですよ。ちなみにラブタンバリンズは次のミッドナイトパレードってシングルも最高だったりするんで、よかったら合わせてチェックしてみてください。最後にもう一枚だけ。これは1995年にリリースされたカヒミカリーの I am a Kittenなんだけど、確かこれメジャーデビュー作品にあたる My First Curry と同時リリースっていう。でこっちはフルスのそのインディーズのクルエルレコードで、しかもモーマスとのコラボレーションっていう。っていうかモーマスって謎な人で、その東京に住んでたこともあるみたいなんだけど、とにかくこの作品ではね、セルジュ・ゲンズブールになりきってるっていうか、カヒミもねジェーン・バーキンになりきってるっていう。これともすればモノマネショーになっちゃうでしょってくらいの強烈なオマージュを感じるわけなんだけど、でもめちゃめちゃクオリティ高くて、さっき久しぶりに聞いたらちょっと嬉しくなっちゃったっていう。こう音楽的に攻めるってこういうことだよなって思うんですよね。っていうか1995年っていうのはお酒が紅白に出たりとか、いわゆる渋谷系界隈のアーティストがやたらもてはやされた年なんだよね。大体カヒミだって翌年にはちびまる子ちゃんのオープニングを歌うことになるっていう、あの踊るポンポコリンじゃなくてハミングが聞こえるって曲なんだけど、あれとかこう国民的なアニメの主題歌だからって全く忖度なしっていうか、日本語で歌ってるってだけで全くポピュラリティを獲得する気ゼロっていう。まあ楽曲自体は好き嫌いが分かれそうだけど、でもやっぱフレンチポップ趣味丸出しな楽曲で、しかもアンニュイすぎるウィスパーボイスで日曜の6時から全国のテレビを毎週ジャックしてたっていうのは痛快じゃねって思いますね。言いたくないけどいい時代だったんだろうなって思いますもん。あの一応結論付けておくと、渋谷系っていうのは90年代のレコードバブルに愛されたどちらかというとマニアックな音楽の総称だと思ってるので、当時ね暴力温泉芸者みたいなアーティストが妙にもてはやされたりしてたのは俺の中では同じシーンにくくってて、逆に小沢健二がテレビの音楽バラエティで王子様キャラを発揮したり、挙句紅白にも出たりっていう、そのお茶の間的な盛り上がりについては、渋谷系とは分けて考えるべきだなって思ってたりするのね。あのライフってアルバムはめちゃめちゃ素晴らしい作品だけど、でもあれが渋谷系の代表じゃないよねっていう。あと梶秀樹って人はさ、世代的にはフリッパーズギターの2人と似たようなものだと思うんだけど、なんとなく後追い感があるというか、あのミニスカートってアルバムとかめちゃめちゃいいんだけど、でもなんか渋谷系的なサウンドを狙ってやってる気がするのね。なんだろう、フォロワーの第一世代みたいな、なんつってこれこそが渋谷系じゃんって言われそうだけどね。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。